ではお話をお伺いします。バンラーレ八戸背番号41キム・ホンヨン選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は11月11日お昼前ですね。お話を伺いたいと思います。さて、ホンヨン選手に、まあ、今日インタビューさせていただくっていうのは、まあ、結構あの 10月の終わりぐらいに、まあ、もうお願いをしていたわけなんですけれど、はい、まあ、サポーターの皆さんはクラブからの、リリースは知っていると思うんですが、再スタート切れてますか？ちょっとまた怪我してしまい、うん、リハビリの最中です、うん、でもリハビリスタートでしょ？もうしてます、はい、うん、復帰に向けてまた歩み出してるわけですね。そうです、うん、もう一日でも早く復帰できるようにやってます毎日、うん、でもやっぱりショックな心境でしたか？いや、もうやった瞬間はもうめちゃくちゃショックでしたね。もう結構肉離れっていつも僕や何回もやってるんですけど、まあ、結構2ヶ月ぐらいかかることが多くて、やってしまったら、で、まあ、まあやった瞬間はちょっともう本当にショックで、やっぱ今年もう終わったかもみたいなのも頭によぎったんですけど、うん、まあ検査したら、まあ、まあ症状は軽くて、はい、で幸い1ヶ月ぐらいで復帰できるっていうことだったんで、うん、はい、それで、まあちょっと救われた感じはしましたね。うん、はい、今年は12月20日までシーズンがあるので、はい、はい、よかったです。間に合いますね。じゃあ間に合います。はい、うん、はい、リハビリもスタートしたということで、復帰を楽しみに待ちたいと思います。さて、チームは、先週は日曜日岩手グルージャ森岡と、佐藤和樹選手のね、あのものすごい漫画みたいなゴールが決まって、チームは、今日からまた練習な感じですか？はい、今日再開しました。うん、まあ、どうですかチームの雰囲気などは見てみていかがでしたか？まあ全然そのまあ勝ててはないですけど、まあ負けてないというところではすごくみんなポジティブに考えて、まあ以前よりは失点も減ってるし、うん、っていうそういう堅い戦いもできているので、まあ次こそは絶対勝つっていうそういう雰囲気でトレーニングします。うん、そうなんですよね。まあ、失点が少なくなってきているのもそうですし、取られても追いついたりまたは逆転したりっていうのがすごく増えてきましたよね、10月以降ね。そうですね、もうそのまま以前みたいに崩れてからもうどん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 失点してしまうとかっていうのはなくなったんで、はい、そこからまたこれからどれだけ得点を取れるかっていうところになってくると思うので、まあ今はもっと得点取れるようにっていうことをやってます。うん、しかし八戸も寒くなってきましたね。めちゃくちゃ寒かったです。今日はめっちゃ寒かったですね。もうタイヤ交換はしましたか？いや、まだしてないんですよ。でしょうね、うん、だからもう今週中にやった方がいいかなっていう。うん、はい、はい。さて、ホンヨン選手と言いますと、これブログじゃなくて Vlog って読み方でいいんですか？多分 Vlog で合ってると思います。うん、はい、突如 Vlog を夏過ぎに始めまして、はい、はい、これどういうきっかけで始めようと思ったんですか？きっかけは、まあ、以前からなんていうんですかね、サッカー選手としての給料と、また別のところで、その、給料というか、その、収入を得られるようになりたいなっていうのは、以前からずっと思ってたんですよね。うん。で、それで、まあ、今できることは何かって考えたときに、まあ、YouTube が一番いいのかなっていう感じで、まあ僕、去年、その、趣味で一眼レフカメラを買って。うん。で、一眼レフって写真だけじゃなくて動画も撮れるんですよね。おー。
で、そういうのを考えて、あ、じゃあこの一眼レフで動画撮って、その YouTube でアップしたりとかしたら、まあいいんじゃないかなっていう感じの思いが出始めてきて、で、始めましたね、うん。で、まあ、それ以外にも、やっぱり自分の日常を知ってもらって、で、まあ、サポーターとか、ファンのサポーターの皆さんに、まあ、親近感を持ってもらって、うん、まあ、そうなってくると、やっぱ、まあ、応援もしてもらえるようになると思うし、今まで以上に。で、応援してもらえると、僕自身もやっぱ頑張れるんで、その応援の力って、やっぱ、思ってる以上に、すごいパワーを持っていて、やっぱ、より肌感覚で応援してもらえてるっていうのを、分かれば僕自身も頑張れるなと思ったんで、まあ、いいことしかないなと思ったんで、うん、で始めてみました。うん、試合の時だけではなくて、リハビリの様子とか、はい、あとはチームがアウェーで遠征に行っているけれどもそこに帯同できなかった日のこととか、はい、結構リアルな現実、はいはい、もうなんかこう包み隠さず出してるのはこれはどうしてでした？やっぱ なんですかね、まあ日常を映してるんで、うん、まあそこでそんな作ってる部分だけ出してても、まあ見てる人はもう本当自分が考えてることとか感じたこととかを、うん、本当に包み隠さず発信していった方が、まあいいのかなっていう感じで、うん、今まではそういうふうにしてますね。うん、しかし、お部屋生活感ないっすね。いや、そうですか。いや、物がないだけなんですけど。まあね、整理整頓されているということでもありますからね。まあ、でもまあ、ちょっと片付けてますけど。Vlog 全部見させていただいたんですけど、はい、気になった点いくつか聞いてもいいですか？はい。毎回シャワーシーン入るのはなんでですか？シャワーシーン入るのですか？はい。いや、まあ普段の、まあシャワーシーンって結構試合前とかにもよく入るんですけど、はい。やっぱ試合前入ってるんで、シャワー。これは全部、やってることは全部映して。はい。ちょっとこれ女性サポーターは毎回こううひゃー言いながら見てるんじゃないかなと思ってました。なんかそんな僕自身ね体映してるわけでもないし、なんでなんか思った以上にそのシャワーシーンに対しての反響っていうかそういうのがあったんで、僕自身はそこまでとは思ってなかったんで。そうなんだ。あのサービスショットではないわけなんですね。あ、じゃないです、じゃないです。日常ね、はい、もう本当に足のふくらはぎとかしか映してないんで。、はい、そんなサービスしてるって感覚はないです、ね。もう一つ聞きます。はい、アウェーで遠征先行ってはい、コンビニとかにも行きますけど、はい、必ず水と一緒にカステラがあるんですけれど、あ、はい、これはお好きなんですか？好きっていうか、その糖質の補給が目的なんですけど、あ、なるほど。まあ試合食で、試合食って試合の3時間とか3時間半前に、うん、軽食食べるんですけど、うん、でそこではだいたいうどんとかおにぎりとか食べて、おでそこで食べ過ぎてしまうとちょっとそのアップとか試合始まって気持ち悪くなっちゃったりするんで、うん、ちょっとそのうどんとかおにぎりは抑えて、でちょっと時間経った後にカステラでまた補給するみたいな、うん、カステラってもうあんな感じなんで、うんうん、そんな食べても気持ち悪くならないし、まあ、一口ぐらいですよね。はい、その胃に残るってこともないんで、うん、それがで糖質も補給できるっていう、うん、
のもあって、結構前からカステラは、はい、試合前に食べるようにしてますね。あと遠征先のベッドもちゃんと整えてからチェックアウトしてますね。はい、あれは本当です。いやいや、別に疑ってるわけじゃないですよ、このインタビューは。これ嘘だろうと思って見てるわけではないですよ。あれは YouTube 用じゃないです、本当に、うんうん、はい、これはいつからやってるんですか？いや、結構前ですね、もうプロになってから。お、1年目2年目ぐらいからはアウェーの時もホームの時も、うん、あの部屋は綺麗にして、まあアウェーのホテルだったら、まあその来た時、まあ、うん、同じようにバスタオルとかもちゃんと畳んで、お、置いてやったりしてますね。リモコンとかもちゃんとあった位置に戻して。はい、え、これはどうしてですか？これはもうなんかいいことがあるような気がします。原担ぎですね。ただ単にそっちの方がいいことあるんじゃないかっていう。そう、なるほどね。なるほどね。いいことだと思います。うん。あの、散らかしたままでよりかは、綺麗にしてた方がいいことありそうだなっていう。うんうんうん。そうですよね、あのよくね、来た時よりも美しくみたいなね、ことがありますからね。はい、保湿効果ありますか？いやー、やってるんですけど、うん、たまにやっぱちょっとできちゃうんですね。何が悪いのかなと思いながらやってるんですけど、うん、なんか分かんないですね。そこに、まあね、保湿が生きるのはこれからのね、空気乾いてくる時期ですからね。はい、はい、いやー、編集も時間かかるんじゃないですか？編集は時間かかりますね。1本仕上げるのに一番新しいのなんですかね、秋田戦のアウェーのやつか、あれはどのぐらい仕上げるのにかかりました？だいたい4時間、5時間ですね。だから本当1日に、まあ僕午後仕事してるんで、うん、1日にその編集に取れる時間って30分ぐらいしかなくて、うん、まあ夜寝ないとね、いけないですからね。そうですね。寝ることが一番大事なんで、うん、だいたい30分とか長くても1時間とかしかできなくて、あ、まあそのあとは土曜日とか試合の前日とかだと仕事ないんで、うん、その午後に編集一気にしちゃったりとかしてやってるんで、うん、ちょっとまあ試合が終わってから動画上げるまでにちょっと4日5日かかったりとかしてしまうんですけど、はい、そういう感じですね今、うん、もうちょっともう次の日とかに上げれれば一番いいんですけど、試合終わった、うんうん、まあ、それはちょっと間に合わないんで、うんうんうん、はい、どうですか、反響は、チームメイト、サポーター、あとは他のチームの方からもきっと反響あるんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？うん、他のチーム、まあ、僕が一緒に、以前一緒にプレーしてたとか、そういう選手は見てるよとか言ってくれたりするんですけど、うん、あとはまあ、そうですね、よく行く飲食店の人が見てるよ言ってくれたりとか、まあサポーターの人はもちろんというか、まあ見てくれてる人も多いと思うんですけど、うん、うん、あとなんですかね、びっくりしたのは、僕はあんまよく行ってないお店があるんですけど、あのご飯食べるところが、うん、で、まあ他の選手はよく行ってくれてるみたいなんですけど、でそこのあのお店の方が、あの本陽選手の YouTube 見てるよっていうことを言ってくれてたりしたのを耳にしたりとか、はい、そういうところはちょっと嬉しいです。あ、今あれ登録数どのぐらいですか？今は385ぐらいですね。今どのぐらいまで増やしたいですか？いや、もうできれば1万人とか行きたいですけど、ね。おお。けどまあ、それは、まあ時間はかかると思うんですけど、うん、まあ継続して、今年中に500行けばいいかなと思います。なるほど、なるほど。
ちょいで。うん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 。はい、今まで発信していることに加えて、今後、まあ、その映像を通してどういうようなことを皆さんにこう広めていきたい、伝えていきたいなって思いますか？あ、今後ですか。そうですね、今考えていることっていうのは、やっぱ僕の自身の生活は映してるんですけど、もうちょっとその八戸の良さをアピールできたらいいかなと思って、やっぱ自然も豊かだし、まあ、おしゃれなカフェとかもいっぱいあるし、まあ、そういうところも映してね、発信できればいいと思うし、まあ、そのアウェー客、お客さんの移動解禁になったじゃないですか。うん、だから、まあ、そのアウェーの方向けに、こういうコースが、で楽しめますよ、みたいな、うん。そういうような動画もアップできたらいいなと思ってるんですけど。うん、だからもうちょっと自分の生活もそうですけど、自分がまあお世話になっている八戸の良さもどんどん伝えていけたらいいなと思ってます。うん、わかりました。はい、はい、じゃあこのインタビュー聞いている方はね、みんなチャンネル登録はもうすでにしてると思うので、ぜひ周りにもね、サポーターの皆さんは周りの方にもお勧めしてほしいなと思います。お願いします。はい、わかりました。本当、いいねとかチャンネル登録してくれると本読ん喜びますって書いてるのがまあかわいい。いや本当に嬉しいんで、うん、見て増えてたりとか、その高評価をされてたりとかするとちょっとやっぱ嬉しいんで。アピールですね。わかりました。はい、さて、今シーズンも残り1ヶ月弱、はい、8試合、はい、ホームは残り4試合、はい、はい、今週、今度15日日曜日がガンバ大阪 U23 戦、はい、で、また中2日で18日がカタール富山戦となります。はい、シーズンも本当に最終盤に向かっていきます。本4選手も、本当のラストでの復帰を狙っていると思いますので、はい、ぜひ、シーズン残り少なくなってきましたが、今度はプレーの面での今後の抱負教えてもらえますか？まあ僕自身、まあそうですね、また復帰してすぐにまだ怪我してしまって、まあ今絶対12月中にシーズン終わるまでに復帰してっていうイメージを思い描いて、まあ、毎日リハビリに取り組んでいます。うん、で、今年まだ1点も取れてないんで試合に出ましたけど、まあやっぱ今年、まあ1点でも皆さんのサポーターにゴールする姿を、届けられるように頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。待ってますけれども、焦らないでくださいね。そうですね。焦ったらまた、うん、再発とかもあるんで、はい。そこは慎重になりながらも、最短で、っていう、感じでやっていきたいと思ってます。わかりました、はい、じゃあ終盤復帰してゴール叩き込んでくれるのを待ってます。はい、絶対決めます。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ本当さっきも言いましたが、あの気温一気にね、真冬並みの寒さになってるので、本当体調、あとはリハビリ気をつけて、はい、復帰してください。はい、わかりました。わかります。わかりました。はい、ということでお話をお伺いしました。バルナーレ八戸背番号41、キム・ホンヨン選手でした。ありがとうございました。